こんにちは。はい、こんにちは。ということでですね、非常に由々しき問題が浮上してきました。17時台の一番長くやろうと思っていた配信に暗雲が立ち込めています。できないかも。ちょっと待って、画面がすごいことになってる。今何がどうなっているんだ。よいしょ、ちょっと待って、スマホスタンドが出てきません。出てきた。こんにちは。よいしょよいしょ。こんにちは。どうしようかな。ちょっとね、1時間というか17時から18時がレッスン場の小部屋がどこも空いてなくて、多分みんなショールームするために撮ってるから、だからちょっと少しでもできなかった時のためにちょっと10分この配信伸ばしました。17時台がもしできなかったら21時台の配信をとんでもなく伸ばします。もう家に帰るのが遅くなるのはしょうがない。今日は早く寝るために早めに終わりにしようと思ったが、こればっかりは仕方がない。もうさ、ショールームやってるメンバーが多すぎてさ、レッスン上どう考えても部屋が足りないんですよね。8の日のリハとか始まったらもうなんかレッスン上の取り合いになりそう。小部屋の取り合いになりそう。こんにちは。どうしたらいいんだろう。スケジュールを立ててもスケジュール遂行できない。今日のおやつ、私のおやつ、こんにゃく畑。よいしょ。久しぶりに見つけたら食べたくなっちゃったので、コンビニで買いました。コンビニは割高って分かってるのに。こんにちは。でもなんかさ、この今日レッスンがあって、レッスンの合間にショールームしてるんですけど、普通だったらレッスンの合間に自主練するじゃないですか。なんか自主練の時間をショールームに当ててるおかげで、さやは僕体がすごい心配になってきた。大丈夫なんかな。さや、ショールームやってる場合じゃない気がしてきた困った。どうしよっかな。うまっ。久しぶりに食べたこんにゃく畑。フォローしました、ありがとうございます。こんばんは。この枠10分延長なら25分、5分延長だわ。じゃあ今日20分集合なんですよ、ここに。だからみんなが集合する時間には配信を終わらせないと、早めにレッスンが始まった時にサイが死ぬっていう。今日のお昼ご飯は何ですか。これ白いチョコパン、ベルギー産チョコレートです。カロリーは363キロカロリー。ダイエット中とは思えない。こんにちは。ちょっともう甘いものを食べないとやっていけません。メンタルボロボロです。どうしよう。1日3時間ショールームしたいけど、人間24時間しか1日時間がなくて、仕事の合間にショールームをすると自主練ができない。どうしたらいいんだろう、この負のスパイラル。美味しいからパス、間違いないね。なんか本当はファミマザクリームパンを買おうと思ったんですけど、ちょっとその上にいたこれが気になったので買っちゃいました。小学校の時こういうパン給食で出た、チョコマーブルパンっていう名前で。懐かしいね。いただきます。
うま、久しぶりに食べた。こんにちは。こんにちは。部屋暗今更だけど部屋暗。こんにちは。とめさん、たこちゃん、ありがとうございます。私が仕事するときは期日が早い順にこなしてる。僕体切羽詰まってるなら優先していいと思う。でもさ、ショールームがさ、なんかポイントが同じだった場合、配信時間が長い方が上になるらしいんですよ。だから配信時間長くやらないといけないんですよね、このイベント。トメさん、レインボースターありがとうございます。ヤチさん、タコありがとうございます。まあポイントが1ポイント単位で一緒になることはないと思うけどね。どうしよう。切羽詰まりすぎてネガティブになってる。困りんちょ。あと今日のね、17時台のショールームがもしかしたらできないかもしれなくなっています。もうやだ、早めに連絡できたらと思うんですけど、無理だな。レッスン終わって部屋の空き状況を確認して空いてなかったら積むっていう感じになってます。どうしよう、部屋が足りない。配信する部屋が欲しい。誠之助さん、タコちゃん、ありがとうございます。なんか何駅か移動してカラオケルーム行こうかな。普通に店のカラオケに行こうかな。こんにちは。誠之助さん、タコありがとう。了解、こちらも臨機応変に対応するね。ありがとうございます。助かります。大変はじめまして。でもカラオケ屋さんまで行くと夜のレッスンに間に合わない可能性があるから、困るな。本職をおろそかにできないな。本業をどうしよう。あ、普段塾だ。
男塾さんだ。りくくん、しけんさん、こんにちは。さえちゃんに会いたいな。今何も知らない人がさ、さえがりくくんって手振ってるの普通にやばい人だと思われそう。普段塾っていうのはね、男装アイドルグループなので、そう、りくくんと呼んでいるがさえちゃんです。りくくんとさえちゃんは同一人物です。以前なんかの時に階段室で配信してるメンバーいた。マジ？スタッフさんに聞いてみようかな。まあ1時間できなくてもね、25分30分ぐらいできればいいよね。こんにちは。30分ぐらいできれば、残り30分最後の枠に追加すれば、別にさえの家の帰宅が遅くなるだけなんで、終電に間に合えばいいから。ともちさん、タコありがとうございます。こんにちは。あんまり思い詰めずにありがとうございます。優しい。優しい。さくらちゃん、くまちゃん、ありがとうございます。くまタワー、さくらちゃん、くまタワー、ありがとう。優しい。レッスン頑張ってください。頑張ります。無理しないでね。ありがとう。レンタルルームとかリモート用にあるけど、それは違う。それが近くにないから、どちらにしてね、移動しなきゃいけなくて、移動するとさえが夜のレッスンに間に合わなそうで、ちょっとドキドキしているんだ。そう、それドキドキポイントだね。ショールームのためにレッスンをくれましたなんて言ったら、もう干されちゃうよ。でもさ、そのレッスン場の部屋の予約みたいなやつがあるんだけど、スタッフさんもめっちゃ大変そうだった。なんか、ああ何時から何時はちょっと予約が入っててみたいな、めっちゃ大変そうでした。今回のショールームイベント、多分スタッフさんが裏で誰にも知らないところでめちゃくちゃ奔走してる。多分スタッフさんもショールームイベントやばいよって思ってる。こんにちは。なかなかね、大変そうでした。大きめの駅とかにコワーキングスペースあるけど、それもその大きめの駅に移動するのが、時間かかるんですよね。大きめの駅が遠いんですよ。頑張ってください。ありがとう。こんにちは。ショールームイベント期間中のレッスン上配信15分とかの時間制限をつけたよね。いや、それはそれで自分も首締まるからな。長くやりたいときに。
できなくなっちゃうから、それはそれでって感じ。だから17時台とかもしできなかったらさ、あのみんなに捨て干しとかしてもらったのにできないみたいなことになっちゃうかも、もしかしたら。もしそんなことがあったらごめんなさい、ないようにしたいけど。試験でした、ケンさんこんにちは。そう、積んでるんです。ありがとうね、いろんなアイディア出してくれて。いろんなアイディア出してくれてるのに全部却下してごめんね。マジで申し訳ない。でもアイディア嬉しいよ。でもさ、何回かさ、その駅にあるそのリモート用のコワーキングスペースみたいなところで配信したらいいかなって考えたことある。そう、何回かあるよ、イベント中じゃなくても。こんにちは。でもね、全然ランキングにかすりもしてないからね、無理しないといけないんだよな。これでさ、ランキングに入ってたらさ、ちょっとってなるけど、入ってないから無理してでもやらないと順位は上がらない。無理してないメンバーがランキング入ってるから、自分は自分の人気では無理しないとランキングに入る、無理しててもランキング入れてないから、もっと頑張らなくっちゃ。あー、落としちゃった、ゴミ。よいしょ、こんにちは。まあまさか公演を覚えるのとショールームがこんなに被って大変だとはね、思わなかった。歌の練習でもしようかな。よいしょ、思い出せるこれ。違うな。竹内先輩、私だけの先輩、夢でも見ている、そんな幸せな今日。ラビュー、ラン、ラミー、ホールドミー、ホールミーツ、ホールミーツ、ツツ、キー、キスミー。マジで覚えられん、なんだこれ。困ったな。シェアカーを時間貸しのレンタルルーム代わりに使うという記事を読んだ。賢っ。うわー、都会すぎてタイムズ近くないな。シェアカーか、レンタカーじゃないのか。まあやめよう、もう。飛躍戦争に負けたということで。ちょん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 。バレンタインでしばらくしてチョコレートのお礼に誘ってくれた、くれた。チクタクチクチクタクチク。合ってんのかが分からん。東京行っちゃったらそうさあつてるてる。これマジでさ、覚えられる日は来るのか、もし。
25日に本番が来てしまうが、クレーターか、え、なんだって、誘ってくれただ、歩きながらだ。おお、優しい、教えてくれる。こんにちは、初見です、ありがとうございます。エクステ重くない？エクステそんなに、言うても髪の毛ってさ、そんなに重さないんですよ。髪切っても体重は減らないし。そう、まあでも水に濡れるとバカ重たいです。頭皮めっちゃ引っ張られます、エクステで。重ってなります。でもさ、地毛をこれくらい伸ばした時とさ、大体同じじゃないですか。だからそんな特別重いとは感じないですね。そんなこんなわけでのメロディー全然思い出せない。どんなんだったっけな、なんかこういう振りだった気がする。メロディー全然思い出せないや。聞けばわかるんだけどな。振りを思い出せんのにメロディー思い出せないから歌の練習できない。なんだこれ、脳みそが覚えてない。まだ竹内先輩がの耳に残りすぎて、なんか独特のメロディーじゃない竹内先輩って。ボイセンガーズ明るく行こうぜ、遥か遠くの遥か遠くの地平ふわり全然わかんない。地平線、地平、え、振りどうだっけ、やばい忘れた。地平線、ボイセンガーズ、ダダ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 、ボイセンガー、あ、振りどうだっけな、ボイ、あ、グーだ。ボイセンガー明るく行こうぜ、水と緑がある限り、ボイセンガー心の大地に種をまこうよ。むずいんです、未来の果実、意外と。竹内先輩からそんなこんなわけでなるところの衣装チンチが好き。え、わかる。なんかこう、こうやって脱いでこう、腕にかける感じね。おしゃれだよね、あれ。てか、あの衣装さ、すごくない？普通にさ、上に着てる制服、上に着てる制服さ、全然違和感ないのにさ、上下くっついてて、そのままさ、コートみたいに脱げるって、ハイテクすぎない？待って、エアコンが急にめちゃくちゃ効き始めて、寒いかもしれない。温度上げよう。さっきまで全然エアコンの風出てこなかったのに、急に冷たい風出てきた。寒っ、寒寒寒よ。いしょ、ててて27度に上げよう。よいしょ。ボイセンガーズ明るく行こうぜ、行こうぜ。全然振り覚えてない。なんだっけ、歌詞、あ、地平線だから、ボイセンガー明るく行こうぜ、遥か遠くの遥か遠くの地平線、地平映像見ないと分かんない。こんにちは、ケンケンさん、タコありがとう。ボイセンガーズ、ダン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 、ボイセンガーズ、違う、ボイセンガーズ明るく行こうぜ、水と緑が。全然振り覚えてないな。人間って脳みそ本当に動いてない時って本当に覚えてないんだな。困っつったの。こんにちは、
こんなに好きなのに未来の果実。後で体動かして思い出します。ドリーミングガールズで見るか。周りのみんなライバルだけど同じ夢見ている中。これさ、なんか手がさめっちゃ苦手なのじゃん。叩いてうんみたいなやつがすごい苦手。周りどうやってやってるんだ。違うな。こんな叩くの下手くそなことあるぜ。周りのみんなライバルだけどかな。こういう感じでやってる。あん、さがダンス苦手なのが配信でバレるぜ。いつも練習に練習を重ねてどうにかしてるけど、さやがダンス苦手なのバレるぜ。意外とね、さや覚えるのめっちゃ遅いの。意外とって言ったけど意外じゃないかも。めっちゃねダンスの覚え悪くて自分。そう、実は覚え悪いっていう。そう、こういうリズムだから、トントンの時は手を叩いてて、トンの時はこうやってやってるはずなの。周りはみんなライバルだけど、あ、できるようになった。夢見ている仲間さ、汗も涙も乗り越え Dreamingers。 いけたわ。何急にできるようになるの、不思議。こんにちは。こういうことよくあります。ずっとできないできないってやつで急にできるようになるとき。アイドル尊敬しかない、ありがとうございます。これ振り何やってたかな。あーちちちちちち、あーあーあーたんたん、鏡の前で想像するのよ、大歓声の客席に向かって、手も振る未来の私を Dreamingers。 ウォー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 、あー私ずっと見守って、ほんの少しずつ手を伸ばし、夢が叶うまで。女の子も年頃にな。ダメだ、急にまた手できなくなった。なんでこれできないんだろう。ちょっとドリーミングガールズマジでなんか手ができなくて、めっちゃ簡単なのになんかでリズムが取れなくて一番そこ苦戦してる。女の子も年頃になれば恋の一つもしてみたいけれど、あいにくそんな暇はない、暇もか、あいにくそんな暇もない。 Dreamingers。 むずっ、こんな手むずいと思うことある？絶対他のメンバーはむずいと思ってないのに。主権さんこんにちは。みんなができることができない、どうしてなんだ、どうしてなんだ、ポンコツすぎるだろう、どう考えても。気持ち聞かせてくれと言った。こんな高くないかな。走れ私全速力で渋滞した、バスから降りたら走れ私愛のために道を渡って、青春が息をする。待たせるよりも待たされる方がどんなにか楽なのに。いいね。
歌詞覚えないとね。でも振りと一緒に歌詞は勝手に入るんですよ、いつも。大体は、大体はね。風のように飛んで行きたい。2番の歌詞が難関だよね。風のように一直線にもどかしいほど愛しさが脈を打つ。遊びに来たよ、ありがとう、こんにちは。さやはこれからレッスンだというのにちょっと眠くなってきたよ。家だったら、何もない家だったら30分ぐらい寝ようかなってくらいちょっと眠くなってきた。いや、ご飯食べると眠くなっちゃう。ビバハリケーン、ビバハリケーンはでもいけるやろな。エイトでやってるし、初めてのポジションやけど。何かが近づく歓迎、にわかに天気はこそれ。とんでもない微妙なとこから歌い出すな。僕に襲いかかる、音が違う。知らぬ間に横殴りの雨が僕に襲いかかる。本気は止められない。わお、思いがけない展開さ、天気予報も外れ。シャイナイ、ビバハリケーン消そう。こんにちは。もうなんか移動中とかちょっとでも時間あったら曲聴いてめっちゃ覚えよう。しけさんこんにちは。やばい、めっちゃ眠い。なんか楽しいことを話して目を覚まさなきゃ。やばい、この状態でレッスン受けてもさ、何も覚えられない。わお、大変だ。今日はね、あれの何のレッスンかなってみんな思ってると思うんですけど、シーンのイベント、カラーズのイベントの、シーンさん提供カラーズっていうイベントのリハです。リハってか レッスン。そう、よろしくお願いします。お楽しみに。28日、今月の僕と終わったらすぐですね。28日、楽しみです。楽しみ。こんにちは。なんかドレスコード赤らしいんで、みんななんか赤い何かを身につけてきてください。赤い T シャツ、赤いスカート、赤い、ブレスレットとか、ちょっとあんまりファッションアイテムに明るくなかった。今全然思い浮かばなかった、何があったっけと思っちゃった。こんにちは。楽しみだね。季節の風の向き感じたり、足元の花に気づいたり、小さな出会いにそう感謝できたら、僕らは幸せになれるんだ。赤いシャツ着てきたら目立ちそう。でも普段だったら目立つかもしれないけど、ドレスコードが赤のイベントでみんな赤身につけてくるからあんま目立たないと思うよ。ヨシキさんプロデュースのエナジードリンク、リアルドゴールドレッドを飲むといいですよ。めっちゃ目覚める。エナドリってさ、一度も飲んだことない。夕日が沈む空を見ているか、欲しい、ダメだ、今を受け入れること、進むこと教えてくれる。失うことは何かを、いつか必ず手に入れられること。ちょっと違いそう。
いつか必ず手に入れられること、当たりは少しずつ暗くなり、夜を描く点線みたいな星たちね、ちゃんねちゃんと明日が来るまで、君は君らしく夢を見よう。沈む空、え、夕日はマジ歌詞トラップすごい用意されてるから、本当に頭をフル回転しないと歌えないんだこの歌。夕日を見ているかです。まず1サビが、夕日が沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう、 Yes、 それなりの今日が終わり、全てリセットする夜が来るよ、家路を急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを褒めてあげないのかね、ちゃんとねえちゃんと見てあげようよ、君が君らしく生きてること。やばいよ、歌詞見ないとまだ歌えないよ、トラップ。国陽さん、タコありがとうございます、こんにちは。星もらいに来たのに歌うまいな、おい、わー嬉しい。星もらいに来たってことは多分さやのファンではないのにコメントしちゃったってことでしょ、ありがとうございます、こんにちは。でラスサビが、ラスサビも一緒なのか、1サビと2サビ覚えればいいのか、また2サビもう一回じゃね。夕日が沈む空を見ているか、今を受け入れること、進むこと教えてくれる、失うことは何かをいつか必ず手に入れられること、当たりは少しずつ暗くなり、夜を描く点線みたいな星たちね、ちゃんと明日が来るまで、君は君らしく夢を見よう。うん、でもさっきより覚えてきたよ。見ないで歌えるとこも増えてきた。でも練習重ねればいけんな、楽しい、楽しいね、歌うの楽しいね、こんにちは。僕隊もさ、わかんないかも。必ず僕が探す愛しさが目印さ、じゃじゃじゃ、太陽は何度も夢を見る、永遠にあの地平線から。歌わない、じゃん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 、君は今、違うな、振りが違う、てん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 、君は今僕の太陽。改めて聞くとトラップの数々ね、本当にね、なんかどれもさ、どこに繋がっても変じゃないから難しいんだよ、夕日を見ているかって。こんにちは。どの歌詞の後にどれを歌ってもしっくりくるおしゃ歌詞だからさ、むずいよね。で歌い、太陽は何度も夢を見る、青空を今諦めないで、とってらら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 ら、泣かないで僕の太陽。むずいね、頑張るぜさやかちゃん、頑張るぜ。
だ11分だった。あと10分ぐらいだ。でも歌の練習できた、みんなと一緒に楽しかった。多分さやが喋らなすぎてみんな書くことないからめっちゃコメント全然あれだけど、鬼の盛り上がりのなさを極めてるけど、でも2700人見てくれてるってことは多分別にかそってたわけじゃない気がする。こんにちは、こんにちは皆さん、ありがとう。やほほい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 。こんにゃく畑みかん味飽きてきたな。ぶどうが食べたい今。ぶどう味ちょっとさ、前髪あると、顔暗くなっちゃう。分けてた方がいいのでは、この部屋では。こんにちは。いや、こんにゃく畑今食べようと思ったけどお腹空いてないからやめよう。お腹空いてない時に口にポンポン入れるのが一番太るから、空いてない時はやめるっていうのは手。ずっと聞き惚れてしまった。 ありがとうございます、嬉しい。こんにちは。最近なんかさ、もう外に出て外食した時はやらないけど、自分で作ったご飯を食べる時は大体まあ1人前と呼ばれる量を作るわけですよ、とりあえずね。でも最近なんかあんまり食欲なくてすぐお腹いっぱいになっちゃうから、なんか半分くらいしか食べてないのにもういいやって言って残しちゃう時ある。まあ残してもラップして冷蔵庫に入れといて、また夜とか、あとまあ夕方とかに たまにお腹空いたりしちゃうんで、そういう時にレンチして食べるんでね。まあ家で作ってるものだから無駄にしないからいいんだけど、最近ねめっちゃ残す、なんか食べきれんご飯が。こんにちは、こんにちは、頑張ってください、ありがとう。みんなこんにちは。あ、そんなこんなわけで思い出したかも、メロディー。てれれれてれれてん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 みたいなやつでしょ。やばい、急に降ってきた今。てれれ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 れだ。さっきメロディー出てこなかったのに思い出した。てれれ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 れ、いやよダメよ、くんずほぐれつで花々しく恋して夏の男は手が早すぎるし、サイラフ、これだ。うわ、すっきり。さっきメロディーマジで出てこなかったんだよね。だってだけどそんな言葉犬も食わぬ、だって前夏の女は感情が一番クレイジーラブ。うわ、すっきり、マジすっきりした。なんかたまにない？絶対知ってる曲なのにメロディーずっと思い出せないとき、そういうときもやるよね。よかった、配信中に思い出せて。そんな、あー振り忘れた。絶対何回も聞いてるはずなのにふっと忘れるね、あれ不思議。だってだけど違う、だってだけどそんな、どうやったっけな振り。そんな言葉犬も食わぬ、食わぬ建前の振りが分からん。犬も食わぬ建前、夏の女はちゃちゃちゃ、感情が一番クレイジーラブ。でもなんかちょっとずつ覚えてきてる感じしない？
前までさ曲も知らんかったのにさ、なんとなくの振り分かるようになってきたんだよ。成長は感じてるよ、まだ全然全然だけど。でなんかそんなこんなわけでなんかペア振りがちょこちょこあって、ペア振りって一人でやっててもよく分かんないんですよ、やっぱ相手がいないと。だからすごい困ってる、むずってなってます。サリの声いい、本当？ありがとうございます。イエーイ。こんにちは。ふう。こんにちは。あばばばばばば。やば、資料を全部ぶちまけるところでした。危なかった。こんにちは。よいしょ。いやー、17時台の配信はどうなることやら。わかりませんが、できると信じて、とりあえずレッスン頑張っていきたいと思います。でもこっからさ17時までさレッスンすごいね、頑張るな自分、やるやんやるやんとか言って、一言疲れた心にサリの歌声最強の癒し、わーありがとうございます。午後も頑張ってね、みんなも午後からがもう全然口が回らないよ、午後からも頑張っていきましょう。さあもうレッスン頑張るよ。よいしょ。歌のレッスン？いや全然普通に踊ります。今日は歌のレッスンとダンスのレッスンどっちもあります。この後は踊ってきます。この後は一旦踊ってきます。夜は歌のレッスンでーす。よいしょ。ふう。てなわけでランキング読みます。13位、酒のりさんありがとうございます。12位、あきみさんありがとうございます。11位、村井富美男さんありがとうございます。10位、りさちゃんありがとうございます。9位、ピアノマンさんありがとうございます。8位、やすさんありがとうございます。7位、まことのすけさんありがとうございます。6位、やつさんありがとうございます。5位、けんけんさんありがとうございます。4位、ともつさんありがとうございます。3位、とめさんありがとうございます。2位、こくようさんありがとうございます。7位は、さくらちゃんありがとうございます。イェーイ。さあみんな、午後も、張り切って頑張っていきましょう。暑いけど頑張ってくださいね。そう。さっき家の外出たらマジでびっくりしちゃった、暑すぎて。ああみんなが言ってた暑いっていうのはこれか、ムシムシしすぎだろうって思いました。せーしか勝たん、ありがとう、レッスン頑張ってね、ありがとう。急になんか元気出てきた、めっちゃ声出るようになってきたわ、歌で声出ししたからかな、いいことだね。よいしょ、みんなも暑いのでね、体調に気をつけてお仕事頑張ってください。今日は金曜日だから、今日は金曜日だから、今日で一週間終わるんで、みんな頑張っていきましょう。花金、花金、みんな花金だよ、花金最高だね。じゃあねー、バイバーイ、またねー、バイバイ。